久保さんやる人やらない人っすね。もう、まあ、これっすね <laughs>。あのー、やる人やらない人っすね。そう、やっぱね、やらない人を見ると、なんか残念な気持ちになりますね。やればいいのになとは思うんですけど。でも、やったら、失敗したらどうなんですか いう風に言われるんですよまあそう思ってる人も多いですし言わなかったとしてもでも人生変えたいと思ってるんですようんいやもう人生変えなくていいんじゃないかなっていう, <laughs> うんなんかそのやろうとやろうと思っててやれないやらないであるならば逆にやろうと思わない方が辛くないのかなと思うんですよねだってその 今僕はあの新しくね、ウラメルマガっていう、裏メルマガでメルマガ読者さん限定のあのラジオ番組始めたんですよ。で、そこでお悩み相談みたいにしてるんですけど、結構何人かいたんですけど、やろうと思ってるけどなかなか行動ができないっていうね、なんかあるわけですよ。まあいろんな返し方をしてきましたけども、まあ結構僕はね、いろんなことを言ってるんで、まあ、やらなくていいんじゃないかなみたいなね、もはや。 ま、やらなくても別に生きていけるし。うん。ただ、あの、僕がちょっと他の人と違うところは、僕はやらないと飯食えないからやりますっていう、ただそれだけですね。本当に究極に絞ると。うん。だって僕の場合は商品売らなかったら飯食えないので。だからまたね、明日から新商品出しますけど、もうまた売りますよ。僕だって売って飯食ってるんで。アップルが、例えばアップルがね、商品作らなかったらどうします iPhone も出しません。iPhone も出しません。パソコンも売りません。どうやってビジネスするんですかまあ今ね、あの銀行みたいなのも始めましたけど、そう、銀行を始め、アップルが銀行を始めましたね <laughs>。だけどメイン、やっぱアップルのメイン事業は製品を売るじゃないですか。iPhone 売る。パソコンを売る。 ね、今、時計とかいっぱいありますけど、まあそういう製品を作って売って売り上げを作ってます。で、僕の場合も製品がコンテンツなので、コンテンツを作って売るっていうね。ものが違うだけで、商売一緒ですね。売るっていう。うん、トヨタも車作んなかったらどうなるんですかみたいな。うん、もちろん他のいろんな事業はあると思います。だけどメインは車ですよね。車、トヨタが車作んなかったらどうするんですかみたいな。でも、トヨタがね、いや、この車作っても、 売れないなぁ。やっぱやめとこう、やめとこう、やめとこう、みたいなね <laughs> う。うん。ね、もともとトヨタはトヨタ食器でしたからね。そう。ね、今はあれかもしれないですけど、そのトヨタ食器、あの、織物でしたっけ <laughs>、ね、車作ったことないのに <laughs>、車作り始めるみたいなね <laughs>。<laughs> いやー、社長 うちら、車作ったことないっすよみたいな。<laughs> それやっても大丈夫っすかみたいな。いや、これからの時代は車だみたいなね。<laughs> 車を作るぞつってね。<laughs> まあ、もしそれをやらなかったら今のトヨタはないですよね。ずっと織物で。多分、まあ、潰れてたでしょうね。多分、織物なんかもう無理でしょうね、多分ね。うん。やったその先は分からないけど、一つ分かることがあって、やらなければ何も始まらないっていうのはもう、本当に、 その事実はあるけどどうするって話ですね。うん。でもやろうと思っててずっとやらないんであるならば、何年も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 やらないで、ああ、やれないな、やりたいな、やりないな。そこに苦しんでるんだったらもうその呪縛から解いた方がいいんじゃないかなっていう。<laughs> もうやらなくていいんじゃないかみたいな。うん。それも一つじゃないですか。だって、や、やろうと思ってもやれない何年もですよ。続いてる。 うん、であるならば、もういいんじゃないかなっていうね。<laughs> うん、そこで苦しむより、まあ他の生き方を探してもいいと思うんですよね。別に挑戦しなくても生きていけるし。挑戦することが全てでもないだろうし。うん、ただ僕はそれで飯食ってるんで挑戦しないとダメなんですよ。商品売って挑戦していかないといけないんですよそれ。その商品が売れようが売れまいが、とにかく作って売らないといけないんですよ。トヨタもそうです。車が100%その車が売れないかもしれないけど、挑戦するんですよ。だから、 僕はトヨタが865を作って86も10年目ですよ。ねもうスポーツカーブームが去ったみたいに言われてね。MT 社でした。86。僕はね、トヨタ社長のね、気合を見ましたね。86復活みたいなね。スポーツカーみたいな。86しかも売り続けて10年ですよ。すごいなと思いますね。うん、なんか僕は心意気を感じますね。うん、トヨタ社長のあ、あれは、86を売り続けるっていうのは。 うん、普通に利益だけを考えたらね利益だけを考えたら86多分外した方がいいと思うんですよ、うん、でも、まあ、そこに何で販売するのかっていうねいろんな思いがあって僕はまあいいすごいすごいなと思いますけどね、うん、だって売上だけのことを考えたらファミリーカーの方がいいのでファミリーカー作っときゃいいんですよね、うん、でもそれじゃつまらんよねみたいな話で か挑,戦挑戦していくっていう感じですよね。ああいうの結構大事だと思うんですけどね。うん。はい。いってらっしゃい。